取れた。皆様感謝してます。感謝してます。感謝してます。イェーイ。はい。はい。ひとりさんファンクラブ出身、オフィスアナへ、うっちーでーす。いつも感謝してまーす。はい。お時間いただきありがとうございます。今日は一瞬で心が温まった感謝してますのご挨拶の体験談をお話しさせていただきまーす。はい。そのお話に行く前に、イメージで言うと、外国人の方が、例えば街とか、まあ、例えば街を歩いてたり、すれ違ったりした時に、こう目が合うと、ニコって、ニコって、もしくは、こう歩きながら、向こう側から来ると、はいって言ったりね、こんなイメージ、なんか、あ、素敵だな、例えばそれが知らない方でも、初めて会った方でも、そういうふうにニコってしたりとか、あ、これも和顔愛語かな、感じがいいなっていうのを改めて感じたんですけど、今日、まあ、僕は感謝してます散歩っていうのをね、できる時にさせていただいてるんですけども、その時に、やっぱりこう、お散歩コースで、やっぱりこう、すれ違う方とかがいらっしゃるんですけども、その時に、やっぱり、すごい皆さんそういう散歩されてる方って、感じいい方が多くて、あ、おはようございますとかこう言ってくださるんですけども、その時に、あ、本当に言おうっていうしなくても、ふと、あ、感謝してまーすって言いながら、言えたんです。で、それも、多分、いつもより多分ね、嬉しくて、笑顔慣れてたかなと思うんですけど、波動のまま、嬉しいまま行ったら、次々にね、こう、ご挨拶ができて、あ、感謝します、はい、あ、感謝しますみたいな、こう、連続して言えたんですね。それがすごい嬉しくて、もう一瞬で心があったかくなって、すごい、ますます上機嫌になりました。で、これってやっぱり、ひとりさんが感謝の輪を広めよう。あとはね、感謝してます。1日1000回、21日間ゲームを、こう、スタート始めさせていただいたことで、やっぱりこう、言ってるうちに、無意識に、もう最初の頃よりも、ちょっとずつちょっとずつだけど、あ、もう無意識にこう、挨拶しても、あ、なんか、言おうとしなくても、あ、できるようになったんだなっていうのを改めて感じさせていただいて、すごい嬉しくなりました。こうやって、やっぱり、あとね、こうやってお昼の旅や1000回の旅、皆様とご一緒させていただけることで、あ、知らず知らず、あ、こう、ちょっとずつちょっとずつ体に染み付いてるんだなっていうのを感じたので、ご報告させていただきました。ありがとうございます。はい。でね、この日常、ご挨拶でやっぱり、こう日常の、まあね、スタートだったりとかって、すごい大事で、まあ、ちっちゃなことかもしれないんですけども、やっぱりこれ、こういう積み重ね、この日常こそが、大事なんだな。日常をどう楽しく生きるかが、例えば、先日の4人会、講演会お話しさせていただいたこととか、例えば何か、このズームとかでお話しさせていただくときって、やっぱり自分がどう上機嫌で和顔愛語で過ごせたかっていうのが、多分それが、積み重なってのものが多分出ると思うので、まあ、その何かがあるないにしても、やっぱりこの和顔愛語、この日常を本当に一日一日を大切に楽しく過ごすことが大事なんだなっていうのが感じました。で、それです。特にね、やっぱりこのご挨拶、ね、和顔愛語で元気に笑顔で、感謝してますだったり、おはようございますとかっていうのが、本当にそれが、楽しいし大事なんだなっていうのを改めて感じさせていただきました。ということでね、これを教えてくださいました、ひとりさん、そして、皆様、全国のひとりさん隊の皆様、ありがとうございます。感謝してます。以上でーす。はい、ということで、レコーディングを切らし、一旦切らしていただきまーす。